あ、正直に言った。はあ。お。デリカダロン。出た、グレイグ。あ、よかったね。ああ、そうだよ。売っちゃった。やっぱし。王様、それはねえっすわ。お、関所。やっと関所。あ、通れなかったからな。ダメじゃないか。ボウガン。ボウガンゲット。めでてえな。あ、そうそうそう、城に出たとこにいたね。しょうがねえな。どうせそんなことだろうと思ったよ。肝心のだって見せてくれなかったもんね。あ、さっきのあれか、学者さんか。ああ、もともとはユゴのあのものだったっぽいですね、俺。ははー。さあ行きましょう。よいしょ。いやいやいや、まあ、とりあえず王子反省してくれ。あ、あの人だ、ボウガン詳しい人。どうも。ボウ、君は持っているな、ボウガン。そう、ボウガンを。ボウ、君こそ私。的あったわ、そういえば。あれか。はい、あったわ、的。これなんかイベントが残ってるよ、ね、やっぱし。やっぱしシルビアだ。すげえ無理やりな気がする。まだ仲間になるって許可をしてないのに。まあしょうがねえ。本当だよ。調子がいい。あ、結局あの利害が一致しました。あっと、バトル参加4人までです。なるほどね。ね、どうしようかな。とりあえず、まあ、打点とか HP 回復を考えても、とりあえずセイナよりはシルビアの方がいいかもね。ただディフェンスがなので、ちょっと待ってね。
装備揃えなきゃいけないんだけど、どうせまたあの行った先でね装備買う羽目になるから、ちょっと待ってください。シルビア装備39しか、寝坊し寝坊し3で41でしょ。あと何できるの、まさか網タイツ装備できるとかやめてくれ。あとはこんなもんかな。MP 回復してないんだけど、とりあえず南キャンプ飛びます。不思議な力で活気されたら大体ねイベントあのイベントですから。さてとんこっちでいいんだよな、とりあえず港町でね着きました。そうデク嫁さんマジ美人だったかな。まあ言うて主人公16歳ですから、まだ早いかもしれないね。はあ、ははあ、結構立派な町だよな、港町って言ったら。よし、お邪魔しまーす。新しい町だ。視線を感じる。なんだなんだ。さあダールハーネの町に着きましたね。はいはいはい、あと装備品とかね。いっしゃいませ。買いに来た。猫のかぶり物、鉄かぶと、あ鉄かぶとはでも作れるはずだから、鉄の胸当て作れるよな。鉄鉱石は何か持ったから多分大丈夫なんじゃないかな。どうも、あ武器屋さん、こっち武器はどんな感じなんだろう。レイピア、あーブーメランで、クロスブーメランは使ってますから。フラワーステッキ、窓下のやつ作ってる。ドルリボン、あ基本的に武器は大丈夫そうだね。よし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 、いいじゃないいいじゃない。1万ゴールド無理。猫の着ぐるみ1万、いや、あるんだよな。いや、高すぎだろ。1万は高えよ。おう、あ、絶対そいつ、あの俺たち探してるの持ってるんですよ。商人のおじさん、おい、この展開ドラクエ6と一緒だぞ逆バージョン。
あ、パティシエの妹さんにアイテムを渡してくるっていうミッションがありましたね。そういえばアイテムの手紙ね。おお、シルビアの船マジですごいっぽいな。ここどこか、コンテスト、海の男コンテスト。お、マッチョマン大集合ってやつか。シルビア。新しい靴。結局女になってる。シルビア女になってる。カウント、ラハディオさん。おお、とりあえずラハディオさんに会わないといけない。お前タルト話をさせる。満月そう、麻痺系の敵がいいのかな。あとあれだよね、まあ、レシピを見逃すのが一番良くないから。いや、しょうがないだろ。あ、男の子ね。らっしゃい。お、入る。お邪魔します。24号。すいません。へそくりはここでもらうぞ。お、酒場。はい。小さな何か。あー、ラハディオさんのおかげなんだ。なるほど。だって結構立派な街ですよね。どうもー。あ、職人のベルト。ああ、器用さが上がるのね。器用さ上がるのはちょっと欲しいな。お、あ、本だ、ダメです。本読める本はないよね。うわー、魔法の扉。魔法の扉どこ、鍵どこにあるんだろうね。はいはい、この先は違うけど、パティシエの女の子はどこにいるっすか。とりあえずケーキ屋さんです。すげえ困ってる。リアルさ。お、なんかおしゃれな人。カウデルさん。はい。火を解くかつ。さえずりの蜜。おお。持ってないから。申し訳ないけど。お、なんか。まさか。一回だけか。お、乗れる。え、勝手に乗っていいの。
もうまるで水の都イタリアのベネツィアを思い出させるような。とりあえず、あ、はいはい、いた。あいつから、あら、あら、郵便屋さんになってしまった。パティシエやめちゃったのマジか。あ、ここの蝶々、あ、もうちょっと大きいのかと思います。すいません、佐川急便です。違う、あ、この人はサハディオさん、ラハディオさん、すいません。またトラブルか。とりあえずなんか、こいつはメラをぶちかますしかお、お兄ちゃん、どうした、あ、どうも、どうしたどうした、喋れないのか、ヤヒ、こいつは町の町長、ああ、息子さん、ああ、声出なくなっちゃったんだ、ああ、なるほどね、そうだよ、かわいそうだ、呪い、ああ、さっきね、さえずりの水、ほうほうほう、いや、いいよ、任せろ、お安いご用だ、現金よろしく、違うか。焼きホルサーだったらバルデルフォン、バンデルフォンの兵舎だよ、ああ、へえ、とりあえずアイテム、郵便届けないとね、レシピ、レシピはもらう、いやー、綺麗な海ですな。まるで加山雄三さんの気分でございますか。見てごらん。お、どうも。なんだ、芸術家の家みたいな。一発。一発や、あ、終わった、 OK、 おお、はい、
あんまり変わんないな。一徹さんの話でしたね。道具屋さんもう一回行ってみよう。もう一回行ってみよう。おーおーおー、ザ僧侶。はい、おお、道具屋さん下かよ。おお、ディアナさんね。とりあえずちょっともう一回だけ、ごめん。あー、ないな。素材系が欲しかったんだけど、なんでだよ、総理の声で。おお、頑張ってくれ。とりあえずセーブしよう。どうも。あ、ちょっと待った、本が。おお、やった、ゴールドトレイもある。オッケー、やっぱこういう確実に訪れるような場所にはちゃんと置いてありますね、本。ハッスルダンスも覚えれるようちょっとやっていきたいんですけど、よし。ボスだね。あ、普通に戦闘の。シーゴールの位置。お、これぶしつけなのかな。大丈夫。まあ、ルカなんですね。ぶしつけだから効くだろう。そうですね。OK。デュアルカッター。はい、しよう。打点高そう。おー、ナイス。ほほほ、素晴らしいじゃないか、のび太くん。まあ、打点下がってるから、もうちょっと死ぬな。いいよ。残念。はい、42。えい、ボスだった、やっぱりこれ。登れない。ここの水かな、じゃあ多分。ほうほうほう。おお、すごい、さすが戦意、ありがとう、素晴らしい。さえずりの蜜を手に入れました。なんか始まっちゃう感じなんですかね。やっぱり始まっちゃったね、男祭り。あらまあ、そう、完全にシルビアが女側になってる。はいはい、行きゃいいんでしょ、行きゃ。武器使うな。それなら宿屋行こうぜ。
の男祭り迷っちゃう。なんか怪しいやつが、ね、関取に関取ってそういう意味じゃない、関取です。あ、やばい、おお、マジか。急展開すぎない？うわ、めんどくさ。まずいな。やるしかないでしょ。戦闘です。お、同じグループですかこれ。ナイス。火炎寺。よし、来た。おい。よいしょ。素早さ負けてるっていう。先に弱い方から。残念だったね。君も残念だったね。お疲れだ。いやいや、まだやるの？お仕置きよ。お仕置きしてやる。うわー、こいつやだな。カチカチ。軍師アホやろ。軍師アホやろ。バイバイ。あ、やばい、呪文が来た。あら、あ、やばい、神が捕まったよ。あらららら、ら、神が身代わりに。うわ、デルカダール兵士ばっかりだよ。こいつは参ったな。いやいやいや、一名怪我してます。そうなんだ。
全員ぶっち。どれに消えます。邪魔ます。そのためのゴンドラだったのか。わざわざこうやって行けるようになってた。あ、こっちは閉められた。ゴンドラ置き場はどこですか。あそこだ。よし、釣れるかい。逃げ遅れてる。こんな時に必要なのはあのお姉さんがいない。何もしようとしてないよ。通してくれよ。気づいてないだと。確かに、うん、やっちまおう。後ろからバスッと。さあホメロスと二刀流か。さあ行きますよ。うん、やってやろうじゃないの。アリホは効きそうにないな。魔法ってよりはね、効いちゃったらダメだと思う。まあ効かないよね。効いたらダメ。タップダンス。
リターシリーズナンバーワンでしょう。非属性ダメージ、うん、うん、ソードがやってくれるじゃないですか。おお、やっぱ強い。それなりに火炎斬り、お、しかも会心の一撃。ダメか。OK。 うん、カニは効くだろう。よし、やってくれる。ほら、メダパニア、メダパニア効かないだろうか。シルビアにも行きましょう。うん、OKOK、HP や、自分が HP やばいんだよな。 OK、 OKOK、 マジックバリア、よし、おーおーおー、やってくれる。何やってくれるな。よし、 OK、 遅くなった。魔法が使えないとなると、あら、三河シリーズ触っちゃった。間違った。ビホイ、あ、マジか。なりましたね。魔法が捉えられない。おー、やべ。一回防御して、まあ意味ないけど。こっちもね、封じられてんだよな。魔法トーンが痛かったな。おーねー、あいにくない。ルカにしといてよかった。やばいな。火炎斬り、じゃあどうしようかな。まずいな。OK、 危ねえ。シルビアに病院、危ない危ない。おっと、また呪文ダメか。 OK、 あ、勝った。ホメルスやっつけた。 OK、 よし、せいね、はいはい、はい、OK、 あ、これこれ、2頭のここ左手目の武器を装備して、お、やった、ザース、やった、これはでかいぞ。他の私、膝をつかせると。とりあえず神を、この2人仲良くなりそう。よし、 OK、 いや、よかった、危ないところだった。
おおお、また帰ってきた。いやいや、どちらかというとそっちが悪いでしょ。いや、この人数だったらいけるんじゃないかな。もう大丈夫よ。みんな棒立ち。サメがいる。ホメロ様、あれをご覧ください。おっと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 、おお、すげえ。いや早いよ、シルビア早乗るの。素晴らしい。アリスちゃんには見えない。じゃあね。あばよ。はい、サメの餌、サメの餌。はい、お疲れ様です。あ、危なかった、ベロニカ。アデュー。おっと、まだ奥の手があるというのは。さすが、やるね、素晴らしい。足跡だ。うん、マジか。とりあえずさ、プギシャーって鳴くっていうことに俺は先。うわー、でけえの来たな。いや、マジか。ちげえ、スプラトゥーン2じゃん。いや、まあ、いかつながり。そう、ここでも任天堂と違う。よし、頑張っていこう。行きましょう。ああ、やばいやばい、やばい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 。ん、どうした、大砲。おおおお、なんだなんだ。お、どこの国です。ダールハーニー少佐、まさかあの船。よいしょよいしょ。あら、 KO。 プルル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 クラーク。ああ、よかったね、ヤヒム。そうだよ。違うわ。あ、ね、ちゃんと間違いを認められる人って素晴らしいですね。あ、褒めだした。ええー、なんかワンピースみたいな状態になってきた。入ってけろ。ありがとうね。いや、いいことするもんですよ。しかし、まあ、
シルビアの船はすげえな。うわ、懐かしい、この曲。バンデルフォン地方、お、確かな寿司。それには触れないんだ。レッツゴー。いいですね。